つまり化け物をぶっ殺して回ると取られた体が戻ってくるってわけか。そういうことなんだろうね。昔誰かが化け物どもと取引でもしたんだろう。あの子の体と引き換えにね。ひでえじゃねえか。何もらったんだか知らねえけど、目も鼻も口も丸ごと全部やっちまうなんてよ。ああ地獄に落ちる覚悟でもなきゃできないことさね。なあ、なんで化け物どもはそんなん欲しがるんだよ。目ん玉一つ食ったって腹の足しにはなんねえだろ。さてね、心の足しにはなるのかもね。なんだよそりゃ。ん、百鬼丸、起きたのか。おい暑かったか。なるほど、痛みが戻ったか。何言ってんだ、やけどしちまうだろ。さく、いきなり何なってんだよ。おい、さく、もう。わしはどこへも行けぬ。百鬼丸。妖刀の巻。あの、もし…無駄無駄。何を言っても聞こえやしないって。ここが聞こえねえんだから。ああして突っ立ったままもう半時ほども動かねえ。すっかり濡れネズミになっちまって。風邪ひいても知らねえかんね。雨を聞いてるんじゃないかしら。え、だから耳は。そう感じただけ。あんた、いいとこの生まれだろ。ん？そのお上品な物言いに顔つき、そこらの田舎娘とは思えねえ。どうよ、当たりだろ。さあ、昔はどうあれ、今はしがない行商人よ。ふん、まあいいや。ところでさ、さっきは何を熱心に拝んでたんだよ。商売繁盛？兄上が早くお戻りになるように祈っていたの。どこ行ったんだよ。戦よ。もう5年になるかしら。5年って、そんなに戻ってこないってことは、時
ックに。こりゃあんたの仕業か。貴様、なんだってこんなことしやがったんだよ。この刀が血を欲したのだ。故に切ったまで。刀が欲しがるだ。バカ言うんじゃねえよ。ただの刀ではない。人の血を吸い生きる妖刀よ。ひとたび握れば我が身を使い、誰とも構わず切り捨てるのだ。全部その刀のせいだってのか。なら、そいつはなんだ。そのにやけた面は。俺と同じだな。その刃に修羅を宿らせて掘れ。だが少し後退。ならあいつもなあ。ん？そっか、足か。仕方ねえな。足。あったあった。さっきの刀も一緒じゃねえか。気色悪いな。ダメだ、捨てちまおう。仏様に祈っていたの。兄上が無事に戻られますようにって。だからこうして兄上、何かお探しを。いや、構わん。いずれ戻ってくる。貴様、戻れ戻れってんだよ。いい加減、オイラから離れやがれ。この青かったな。坊主、こったらどこで何捨てた。今すぐ山さ降りろ。この辺りにはとんでもねえやつが。
そっちにさせるもんか。すまぬな、お寿司。戦は武士の務めだ。分かってくれ。父上も母上もきっと見守っていてくださるはずだ。すぐ戻ってくる。兄上。兄上、うん、さっき通りで売っているのを見かけたの。栗ご飯、昔から好きだったでしょ。覚えてる？小さい頃は一度泣き出すと止まらなかったでしょ。私、母上があやしてくれても、って。その度に兄上、こうして私に鶴を折ってくれたわね。そうすると途端に私も泣き止んで、ずっとこうして鶴を眺めてた。ここにいるぞ。来たぞー、辻斬りだー。百鬼丸、兄上、帰りましょう。私と一緒に。何か言って。お願いだから。一体何があったの？こんな風に。斬れ、斬るのだ。今すぐそやつを斬れ、タノスケ。そこな城大夫はまっこと良き櫓を作りよった。いかな大軍とて一丁にはあれを落とせまい。だがそやつが敵に下れば立ちどころに弱みは知る。一夜で砂の城と化そう。そうなる前に斬るのだ。何卒お考え直しを。貴様、できぬというのか。ならばこいつで腹を切れ。蔵に眠っていた古刀よ。錆びた生蔵だが貴様には似合いかと思うてな。
さあそやつを殺せ、殺すのだ。その刀、血を吸うほどに切れ味を増すそうだ。真偽は知らぬが血にはこと書かぬな。ニヒル、それがお前の中。殿、血が欲しいとニヒルが申しております。お前もっと血が吸いたいか。安心しろ、俺が吸わせてやる、いくらでも。行かないで。兄上。お寿司。バカ、やめ。オイラだってわかんないのかよ。くそ。話せ、お寿司。お願い、兄上、行かないで、お願い。話せ。兄上。邪魔をするな。何もかも変わってしまったわ。家も土地も私一人では守りきれず、とうの昔に。でも兄上がいてくれるなら、あの頃のようにまたお願い、一緒にいて。昔の兄上でなくても私は。ニヒルが俺を呼んでいる。アニエル、ありがとな、百鬼丸。うん、兄貴。この刀は俺のものだ。俺だけの刀。なぜ切らなかった？それでは俺は切れんぞ。ニヒルを手にしたこの俺は。兄上。
兄貴。手を尽くしてみましたが、産婆の行方は用として知れず、赤子につきましては未だ。森子歌の巻上。静かすぎて怖いくらいだけどな。音、それはこれまで百鬼丸が取り戻したどの感覚よりも衝撃だった。容赦なく頭の中に入り込んでくる無数の振動の取捨選択などできるはずもなく、百鬼丸はただ音の洪水に溺れていた。兄貴、やっぱり今回のあやかし退治はやめとこうか。礼金いいからもったいねえけど、こんな調子じゃ。出たのか？たちだったかい。奇遇だね。兄貴、兄貴、しっかりしてくれよ兄貴。兄貴、兄貴、はい。そうかい、耳がね。そいつは良かったじゃないか。よくなんかね。聞こえるようになったせいで兄貴弱くなっちまった。そうかい。だって坊さんでもあんな簡単にやっつけられるあやかしにこんなにやられちまってさ。こいつはご挨拶だ。まあ兄貴大丈夫だよな。キューバはしのいだよ。本当なら薬が欲しいとこじゃあるんだが。おいらひとっ走り行ってこようか。
川向こうに大きな町があるはずだ。およし、どうやら戦がありそうだからね。危ないよ。え？この辺りを治める酒井って武将が同盟国を裏切ったとかでね、二つの軍が睨み合いさねえ。そんなとこにあたしらみたいなよそ者が近づくのは剣のんだ。で、引き返してきたとこにさっきの騒ぎってわけだ。くそ、武士ってのはなんでそんなに戦が好きなんだよ。あ、うるさかったか、ごめん。動くんじゃないよ、傷が開いちまう。まったく、穴蔵にこもった手負いの獣ってとこだね。いいかい、これは人の声だ。周りにあるのは森に生きてるもんや火や風の音さ。お前さんは慣れなきゃいけないよ、穴蔵からこの世に出るためにはね。兄貴、怪我人なんだぞ、無理させんなって。兄貴はまだ仏さんになるわけにはいかねえんだからよ。した声だね。まだ動いちゃ危ないよ。やれやれ。こんな辛いの食えねえや。赤い花、あの人の髪にさ言って揺れるだろう、お日様。怪我してるの？大丈夫？あ、見えてないのね。ほら、ここよ。どうしたの？熱があるんじゃない？こんな水の中に入っちゃダメ。早く出て。ちょっと、しっかりして。兄貴！しまってる兄貴、初めてだ。まあ怪我のせいもあるだろうが、鬼神からいろんなもん取り戻したようだからね。頭が落っつかないのかもしれないよ。これ古着といたのだけど、綺麗だから使って。すまね。美穂さんだったか。邪魔しちまった上に面倒かけて悪いね。そんなこと、治るまでいてもらって大丈夫だから。いいのかい？もちろん、ここにはあんたの兄さんみたいな子もたくさんいるから安心して。みんな慣れてるから。え？みんなこそこそしないで、ちゃんと挨拶しなさい。ほら。ひどい草があってね、家も何も全部なくなってしまって、そんな者同士集まって暮らしてるの。じゃあ、みんなお父ちゃんもお母ちゃんも。そう、でもみんないい子。子供ばっかりだってなんとかなるもんね。ああ、ミオネ、まだ起きてんのか。ほら、どいたどいた。ミオネ、今のうちに寝とかねえと体持たねえぞ。怪我人は俺が面倒見っから、早く寝ろって。わかったわかった。じゃあ、何かあったらこの竹棒に聞いて。早く、朝飯用意してあるから、ちゃんと食ってから寝るんだぞ。はいはい。お前たちの朝飯もある。芋粥だ、食え。どうも。
なんか手伝うことねえか。いいって、お前は怪我人見てろ。いや、ただで世話になるわけにはいかねえ。飯代ぐらいは働くのが筋ってもんだ。はあ、結構関心じゃねえか。兄貴兄貴ってベソ書いてたくせに。な、書いてねえ、全然書いてねえぞ、これっぽっちも。しっ、ミオ姉が起きちまうだろう。ごめん、でもなんでこんな時間に寝てるんだ。夜に働きに行ってんだよ。酒井様の陣、いつ戦になるかわからねえから。一晩中誰かが起きててその世話がいるんだってさ。夜の方が賃金がいいし、ミオ姉は働きがいいから食い物ももらえるんだぞ。だから昼間は寝かせてやらねえと。へえ、お前も結構関心だな。坊さん、どっか行くのか。ああ、戦場を避けて通る道がないかと思ってね。ちょいと行ってくるよ。戻らなかったら獣道でも何でも見つけたと思っとくれ。じゃあ。ああ、なんだ、釣りじゃなかったのか。時々会うんだ、妙な坊さんでさ。また戦になんのかな。さあ、ここも危ねえな。くそ。国境における堺の陣には未だ動きはなく、膠着状態が続いております。このまま続くのであれば新たに兵糧を送らねばならぬかと。その程度の蓄えはあろう。はあ、ただもう一月近く雨がございませぬ。この時期ここまで降らぬのは珍しきことなれば、万が一のための備えは必要かと。我が領土において凶作などありえぬ。はあ、そうでございましょうか。奥酒井殿のことに、こたびの日照り続き、それに今年は山崩れもございました。まるでかつてのこの国に戻ったような。何が言いたい。私どもは国ごと小さな礎一つの上に乗っていることをお忘れなきようにと。いつ崩れてもおかしくはありません。酒井ごとき小国、早々に肩をつけるよう申し伝えよ。はっ。あんたたち、笑ってないで手伝わなきゃ。百鬼丸、具合はどう？まだ暑い。そうだ、今夜薬もらってくる。酒井様の陣ならきっとあると思うから。じゃ、仕事行ってくるね。兄貴、もうちょっとしたら夕飯だってさ。赤い花摘んで、あの人にあげよ。あの人の髪にこの花さしてあげよ。あ、やっぱり安全な道はお前さんたち獣の方が知ってるね。これなら。おお、こいつはいい場所だ。
うしたの、こんなとこで。薬大丈夫、ほらすぐに煎じて。不思議ね、なんだか見えてるみたい。ずっと奥の方まで見えてるよ、魂の色が。え、兄貴勝手に出歩くなよ、びっくりするだろ。魂の色？うん、オイラもよくわかんねえけど、生きてるもんの魂がいろんな色で見えるんだってさ。人だけじゃないぜ、草とか木とか獣とか、あやかしなんか一発でわかっちまう。きっとすげえ汚い色してんだろうな。そう、ん？何？もしかして姉ちゃんの歌が聞きたいんじゃ。歌？兄貴、姉ちゃんの声はうるさくないみたいなんだよな。あ、そうだ、姉ちゃんの歌聞いてれば音になれるかも。え、今のままじゃ穴蔵にこもった獣みたいなもんだからな。姉ちゃんの歌で穴から引っ張り出してくれよ。私の歌そんな大層なもんじゃないと思うけど。じゃあ、赤い花摘んで、あの人にあげよう。あの人の髪に、この花刺してあげよう。あら、お坊さん。抜け道見つかんなかったのか。いや、ちょいとばかりいい話と悪い話を持ってきた。へえ、そんないい土地があったのか。あそこなら戦があったってそうそう焼け出されることはないだろうよ。ちっとばかし舐めてみたが、土も悪くなさそうだ。ミオネ、行こうぜ、そこに住もう。うん、喜ぶのは早いよ。実はその土地には大家がいるのさ。大家？今空き地だって。鬼神さ、ありゃ相当だよ。迂闊に手を出すのは剣のんだ。なんだよ、鬼神って化け物か。ああ、ただのあやかしなんかよりよっぽど強いんだ。そう。おい兄貴、まさか鬼神退治に行くつもりか。え、待てよ、そんな足じゃ無理だって。坊さん、そのつもりで話したところはあるにせよ、まさか怪我も治らないうちにとは思わなかったかね。せっかちだね。坊さん、兄貴のこと頼むぞ。私も頑張ってみよう。危なっかしいね。え、敵の陣でも働くって、酒井様の陣と敵の陣と掛け持ちってことか。うん、今夜からでも。無理だってそんなの。そうだよ、今だって大変なんだろ。でも新しいところに移るならちゃんと準備しなきゃ。土地だけあってもしょうがないでしょ。そりゃそうだけど。大丈夫、戦でたくさんなくした分戦から取り戻すだけ。ミオネ、さあそうと決まったらたっぷり寝とかないと。それじゃおやすみ。ああ、ミオネ、こうと決めたら頑固だからな。でも酒井様の敵陣には荒くれ者が多いって聞くし。よし、オイラがついてってやるよ。お前が？だったら俺も。ダメダメ、お前はみんなの面倒見なきゃだろ。大丈夫、あんまり大変そうだったらやめさせる。そっか、頼む。戦から取り戻すか。いいじゃねえか、オイラたちだって侍から取ってやればいいんだ。ったく、いつまでにらめっこしてんだ。これじゃ手柄の立てようがねえ。まったくだ、こんなど田舎じゃクソ以外にすることねえや。お兄さんたち、
働かせてほしいんだけど。あれ、ミオネーどこだ？わかるだろ。大丈夫かい？まだやめといた方がいいんじゃないかね。百鬼丸は慣れない音のために手傷を負い、ミオという少女の世話になる。ミオは戦で行き場をなくした子供たちと暮らしを立てていた。だが百鬼丸が鬼神との戦いに出かけたその夜。あんなのってねえよ。なんだ？兄貴どうしたんだよ。坊やかい？ちょうどよかった。手を貸しておく。兄貴大丈夫か？兄貴の足が。やっぱり手負いじゃ無理があったのさ。鬼神に取られちまった。兄貴言いてんのかって。え、今の声。ああ、足は取られたが声は取り戻したらしい。兄貴の声。森子歌の巻下。ミオネ、おかえり。ただいま。どうしたんだよ、怪我してるじゃねえか。大したことないよ、ちょっと転んじゃって。大丈夫か？早く休まねえと。やっぱり両方の陣で働くなんて無理なんだって。今まで通り。それは。ああ、それがさ。百鬼丸！何があったの？命には別状ないよ。まあ、戦うには早すぎたのさ。ミオネ、人のことはいいから早く寝ろって。でも私の方が慣れてるから。あんたはみんなの食事をね。なんだよ急に。兄貴のそばについてなくていいのか？うん、まあミオ姉がいれば安心だけどな。まったく、ミオ姉の世話好きにも困ったもんだよ。一晩中働いて疲れてるってのに。タケ、お前姉ちゃんが働いてるとこ見たことあるのか？俺はいつも留守番だ。チビたちだけ残しとけねえからな。そうか。しょうがねえよ、今はミオネーの稼ぎがなきゃみんな飢え死にするしかねえんだ。別に責めちゃいねえよ。
これたちさ、約束してんだよ。俺たちの田んぼを持つって。田んぼ？ああ、夏は一面だーっと青くて、秋には黄金色になる田んぼだ。黄金色だぞ。それで米が食い切れねえほど取れるんだ。俺たちは戦で丸焼けか日照りでカラカラの田んぼしか見たことねえけど、ミオ姉が子供の頃はそうだったって。いつか私たちの田んぼを持とうね。青くて黄金色で私たちだけの。もう少しすりゃ俺も働きに行けるし、そしたらミオ姉に楽させてやるよ。おーい、タケちゃん。おー、今行く。大丈夫、戦でたくさんなくした分、戦から取り戻すだけ。ここらで一雨来てもらわにゃ。まあ毎年必ず恵みの雨はあるからな。あ、ほれ少し雲が出てきとるが。お願いです父上、私を堺討伐の援軍にお加えください。あのような小国すぐに攻め落としてみせましょう。戦を侮るな。そのような気構えではまだまだ初陣は早い。鍛錬に励め。父上。多宝丸。母上、母上、私を戦に出していただけるよう母上からも父上にお口添えください。父上がならぬとおっしゃったのでしょう。ならば私が言おうと同じことです。父上は分かっておられぬのです。出陣さえお許しいただければきっと母上にお喜びいただけるような武勲をあげてみせます。武勲など。私の武勲などいりませぬか。そうではありませぬ。いえ、母上はいつもそうです。狩りでどれほどの獲物を仕留めようと、武術の腕を上げようと、母上はお喜びにならない。私はただ戦にまつわるものは好まぬのです。好まぬのは戦ではなく私でしょう。何をそのような。多宝丸、我が子を厭う母がどこにおりましょうや。兵庫、陸奥、早掛けじゃ。馬を引け。は。若、言いたいことは分かっておる。少し子供じみていたな。少し。お方様はお優しい。若にはいつも、いつも。一度言えば分かる。は。母上が私に冷たかったことなどない。しかし。若、若、危のうございます。怪我をされては。兵庫、陸奥、若を。母上、見てください母上。降りてください。若を。若、若、何をされているのです。聞こえているのですか。母上には何よりも強く思いを寄せるものがある。決して口には出されぬが、何かを隠しておられる。いや、母上だけではない、父上も。私どもは国ごと小さな礎一つの上に乗っていることをお忘れなきようにと。一体お二人には何が。悔しいのはわかるけど、無茶をして死んでしまったら元も子もない。私もね、少し焦って無理しちゃって。バカだね。稼ぐのは簡単じゃないってわかってたのに。ダメダメ、二度と侍なんかのために泣かないって決めたんだから。
泣いたら負け。百鬼丸もね、無理して死んじゃったら負けよ。それより声が出るようになったんでしょ。すごいじゃない。ちょっと喋ってみて。うるさいってこと？自分の声が、うん、そんなすぐになれるわよ。ドロロが言ってたよ。今のままじゃ穴蔵にこもった獣みたいだって。そうだ、歌は？百鬼丸好きでしょ？赤い花摘んで。私ね、泣きそうになったら歌うの。泣く代わりにね。赤い花摘んで、あの人にあげよう。あの人の髪にこの花咲いて。行くのかい？ああ、あの姉さんの言う通り、焦らず行くよ。鬼神のいる道を迂回すりゃいいことさ。どうせ急ぐ旅じゃない。ただいくら百鬼丸にそれを解いたって無駄だろうね。どうして？赤ん坊がおもちゃを取られたら怒って取り返すだろう。それと同じなのさ。その上、取られたもんが自分の体とあっちゃね。あの歌を聴いているときは静まるようだが。静まるって？百鬼丸が赤ん坊の時から持ってる鬼神の炎さ。体を奪われた時の残り火みたいなもんかもしれないがね。穴蔵から出てきたもんが鬼だったってことにならねえようにしなよ。じゃあな。白い花。あ、そんなに見られると百鬼丸って人の魂が見えるんでしょ。魂の色が。私のはあんまり見ないで。きっとすごく汚れてる。すごく不思議。この手は嫌じゃない。殿からの叱責じゃ。では兵糧は？それは送るとある。援軍もな。だがそれを待っていては恥じゃ。動くぞ。奇襲を仕掛ける。決して悟られるな。堺の患者にはよくよく用心するよう申し伝えよう。はっ。うーん、あ、仕事かい？そっか、あんた私の仕事。おいらわざと覗いたわけじゃ。いいの、私は恥ずかしいとは思ってないから。生きていくためだもの。でもあんたが近寄りたくないのもわかる。汚れ仕事だものね。それにしてもあんたくらいの年でよく私の仕事がわかったね。おいらおっかちゃんとずっと旅してて、いろいろ。その時どんなに腹が減ってもおっかちゃんが絶対やらなかった仕事だから。そう、偉いおっかちゃんね。だけどそうやってお母ちゃんは死んじまった。お母ちゃんは偉いけど、生きてる姉ちゃんも同じくらい偉いよ。偉い。戦でなくしたもん戦から取り返してやるんだな。どんどんぶんどってやれ。田んぼも畑もぜーんぶ。うん、ありがとね。兄貴、飯。さあどんどん食べて精つけなよ。片足取られたぐらいなんだよ。声取り戻したんだから黙ってねえで喋んなよ。ほらほら、食べなきゃ出る声も出ねえからな。水水。悪い悪い。なあ、
兄貴、鬼神なんかに負けねえよな。兄貴が鬼神なんかになるわけねえよな。兄貴、そんなことよりどんどん食べてくれや。いいぜ。赤い花摘んで、あの人にあげよう。あの人。私は仕事行ってくるけど、百鬼丸を行かせちゃダメよ。まだ戦いなんて無理だから。分かってるって。すげえな、手に仕込んであるのか。でも俺たちだっていいもん持ってるぜ。戦場で集めたんだ。ほらこれなんていいだろう。めくるぞ。助かって。ミオネ、大変だ。百鬼丸が鬼神退治に行っちまった。え、ドロロが追いかけていった。ぬか喜びかい。Subscribe, like, and comment for more videos.